西加速器科学研究センターは国立研究開発法人理科学研究所の研究拠点の一つ。2006年4月に西加速器研究センターとして開設され、2018年4月に解消された。センターの名称は理科学研究所で日本初のサイクロトロン建設を主導した西中義雄に由来する。所在地は 埼玉県はこうし日本では1936年に大阪帝国大学でサイクロトロンの建設が始まった。1937年に理科学研究所の西名義雄が主導して日本初の26インチ小サイクロトロンが完成した。あと少し遅れて大阪帝国大学でも24インチ小サイクロトロンが完成し、1944年に 理科学研究所に手200トンの大サイクロトロンが完成した。第二次世界大戦前から戦中にかけて日本国内に設置されたサイクロトロンは理科学研究所に大小2台、大阪大学に1台、京都大学に1台あったが戦後には GHQ によって破壊された。大阪大学に設置されていたサイクロトロンは1台だったが ベータ線スペクトロメータ用の磁石をサイクロトロンと誤解され破壊された。この破壊行為がアメリカの物理学者たちの批判を浴びた後、1951年5月に来日したアーネスト・ローレンスはこれらのサイクロトロンの再建を促した。リブフの最終段加速器、超電導リングサイクロトロン理化学研究所で1997年度から既存設備に増設し、 全 RI ビームを種類と強度において当時の水準をはるかにしのぐ性能で発生させる14加速機施設が整備が始まった。西中速機研究センターで建設が進められ2006年12月にファーストビームの取り出しに成功した。RI ビームファクトリーは自然界には存在しない中性子の多い原子核中性子過剰核や 陽子の多い原子核用鹿上核を加速器を用いて人工的に大量に生成して原子核物理学、宇宙の元素合成の解明、超重元素の探査から産業界へ応用まで幅広く研究開発を推進する施設。RI ビームは加速器を用いて14ビームを高速に加速し、これを標的核に衝突させ核破砕反応を用いて生成する。 同時に、たくさんの種類の不安定核が生成されるので、その後特定の各種を選別するため、複数の加速器とともに、二次ビーム分離装置、B グリップスから構成される。新元素ニホニウムの発見も行われ、周期表に新たに、日本で発見された、原子核が加わった。海外の同様の施設としては、ドイツの重イオン研究所のフェア、 米国ミシガン州立大学の現行施設の NSCL 及び建設中のフリブ、フランスのギャナルの現行施設のスパイラルと建設計画中のスパイラル2などがある。ありがとうございます。